聖、ディンプナあるいは聖ディンプナ乙女殉教者、聖ディンプナ童貞殉教者は、カトリック教会の聖人、殉教者である。ディンプナに関しての歴史的資料は、ほぼ完全に残されておらず、通常、聖人伝は、民間伝承であると考えられている。最も古いディンプナに関して、数形を示す記録は13世紀中頃に、カンブレーのサントーベル教会のリーツ修辞祭であった。 ギーデカンブレイによるもので、ビートに記されている。このギーによる、聖人伝はそれまで高頭にで伝えられてきた伝承を記したものであった。13世紀の記録には、殉教した司祭とディンプナが共に埋葬された地で、多くの転換、精神病患者が癒されたことが説明されており、これにより心身喪失の守護聖人とされる。ディンプナの聖人伝は、 歴史的発見に基づいたものではなく、単に他の著名な現象にも品質する王が、自らの娘と結婚しようとするモチーフが変化したものと考えられ、したがって、ディンプナや生存時の資料についての歴史的記録は何もないと結論付けられている。しばしばアイルランドのダンハットと同一視されるが、これについて証明はなされていない。ディンプナの 記念日は5月30日であるが、かつては5月15日であった。ディンプナは7世紀、アイルランドの王女として生を受けた。父親は異教徒だったものの、母親の影響でディンプナはキリスト教の洗礼を受けていた。ある時、ディンプナの母親が急死すると、不合は大変嘆き悲しみ、西洋の国々をめぐって、妻の面影を宿す美しい女を探し求めた。 しかしそれは叶わなかった。ところが帰国した王は、娘のディンプナが妻に似て美しく成長したことに気づき、すぐさまディンプナに近親婚を迫った。キリストに純潔を捧げることを望んでいたディンプナは、父を拒み、自分の超罪主催性ゲルベルネスを頼って、共にベルギーのヘールに逃れた。しかし王に見つかり、それでも拒んだディンプナは、 父親の手によって斬首され、殉教を遂げた。この時ディンプナは15歳であった。13世紀、ベルギーのヘールでその地方では見たこともないような彩り、形の石棺が二人分発見された。その一方には、ディンプナという名が刻まれていた。彼女らの遺体に触れた、精神障害者、転換患者の病が、奇跡的に治癒されるという出来事があり、その地には、 多くの精神障害者が巡礼に訪れるようになった。その過程でリンプナに関する蒸気のような伝説が形成されていった。13世紀末には多数の精神障害者施設が創立され、以来、ヘールには多くの巡礼者が訪れている。ありがとうございます。